デューラーによる二重結婚を記念した規範が。左からマクシミリアン一世、その孫娘マリア、ウラースロー二世の息子ライオシュ、ウラースロー二世、その娘アンナ、ジグムント一世。ウィーン二重結婚は、神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世、ハンガリー王及びボヘミア王のウラースロー二世。 その弟でポーランド王権リトアニア大公のジグムント一世の三者が1515 15年に開いた会談。両家の婚姻による同盟締結が結論されたが、これがハプスブルク家の交流とヤギエ王家の衰退を招く結果を生み、ハプスブルク君主国の誕生で中央ヨーロッパの歴史における転換点となった。マクシミリアン一世はハプスブルク家による ハンガリー王位及び、ボヘミア王位請求権をより強化する狙いから、ポーランド、リトアニア、ハンガリー、ボヘミアを統治する、ヤギエウオ家の統治者たちと敵対関係にあった、モスクワ大公バシーリー三世を支援していた。このためヤギエウオ家の国王兄弟は、皇帝、ロシア人、アルブレヒト・ホン・ブランデンブルク機関のドイツ騎士団そして、 クリミア・タタールによる全方向からの一斉攻撃にさらされることになった。1514年にロシア軍がリトアニアの重要な防衛拠点スモレンスクを陥落させるとマクシミアリアン一世は自らの中央での外交戦略を有利に運ぶ後期とみて会議の計画を始めた。ところが今度はリトアニアとポーランドの連合軍が同年9月に オルシャの戦いでロシア側を打ち破り、戦況は膠着状態に陥った。会議は皇帝の領地の境界地域にあたるハンガリーのポジョニで始まり、同市で待っていたマクシミリアンの代理人が、ウラースロー2世とジグムンと1世を迎えて、両者と相談の上、二人の王が皇帝と会見するためウィーンを訪れることが決まった。会談では、 マクシミリアンがポーランドとリトアニアの敵であるモスクワ大公国をこれ以上支援するのをやめ、また1466年の第二次トルニの和訳に基づいてドイツ騎士団とポーランドの紛争を皇帝代理人を立てて調停することが決まった。この交換条件という形でハプスブルク家のハンガリー王位とボヘミア王位に対する要求は十分な成果を上げることになった。すなわち、 ウラースロー二世の唯一の男子ラヨシュが皇帝の孫娘マリアと結婚し、マリアの兄フェルディナントがウラースロー二世の娘アンナと結婚したのである。アルブレヒト・デューラーの手になる基範画は1515 15年7月22日に取り行われたこの二重挙式を記念して作られた。ウラースロー二世は翌1516年に マクシミリアン一世も1519年にそれぞれ死没したが皇帝の野望は結果的に身を結ぶことになった。1526年にもハーチの戦いでラヨシュ二世が戦死するとボヘミア王位はマクシミリアンの孫フェルディナントの手に渡ることになった。ありがとうございます。